S70 トライメットタイプ4電車タイプ4はアメリカ合衆国オレゴン州のポートランドや周辺都市に大規模な路線網を有するマックスライトレールで運用される電車。2008年から営業運転を開始した。この項目では造備車であるタイプ5、タイプ6についても解説する。前形式ともシーメンスが手掛ける超低小電車ブランドの S70 や その発展系である S700 を採用している。ポートランドに近接したベッドタウンであるクラカマス群への路線延伸プロジェクトの一環として発注が行われた形式。車内の70%が低床構造となっている部分超低床電車で一両あたりの製造費用は350万ドルである。編成は先代の超低床電車と同様の三車体。 連設車で動力台車が設置された両端の車体が、付随台車や終電装置を搭載した中間車体を挟む構造となっている。ただし車体に対抗性高張力庫をはじめとした複合材料を使用することで重量が軽くなっている。ほか、連結運転を前提としているため運転台は片側のみに設置され、もう片側には4人掛けの座席が存在する。 連結器は折りたたみ式で、未使用時には、車体とデザインが一体化したカバー内に格納される。座席は、車端連結面側にある二人掛けロングシートを除き、クロスシートで、両端の車体には、車椅子スペースと自転車ラックが2箇所ずつ存在する。上行扉はすべて停車部分に配置されているほか、下部には、格納式のスロープも存在し、障害を持つ、 アメリカ人法に適合した設計となっている。車両にはバックカメラが搭載されており、運転手の広報司会工場が図られる。主要機器の多くはアメリカ国内で生産されたものを使用しており、国外製の部品は台車や空調装置など一部に限られている。主電動機は動力台車に2機ずつ設置されており、イベット素子を使用し、 マイクロプロセッサ制御システムを搭載した VVVF インバータ制御装置によって制御される。これにより従来の車両よりもスムーズな減速が可能となっている。制動装置には電気指令式油圧ディスクブレーキや非常用の電磁吸着ブレーキが保安装置として列車情報伝送装置や自動列車停止装置、記録装置が搭載される。 設計は2006年から始まり、翌2007年から2009年にかけて、発注分の全22両が製造された。営業運転の開始は2008年8月6日で、タイプ4同士による2両編成のほか、タイプ5との連結運転も実施される。導入当初、前面の方向膜は、ロール式であったが2014年から2016年に、 かけて LED 式への変更が行われている。ミルウォーキー方面への路線延伸に合わせて18両が発注された形式。基本的な構造はタイプ4と同様で連結運転も可能だが前方のデザインが改められ人間工学に基づき設計された運転台によって運転士の快適性が向上している。車内についてもタイプ4で乗客から不評であった。 シートピッチや空調システムが改善され、広いシートピッチや気温に応じて細かく調整される空調システムが採用されたほか、高齢者や車椅子利用者の支援者向けの座席の追加、LED 照明の採用、監視カメラの変更など、多数の改良点が存在する。2013年にシーメンスへの発注が行われ、2015年4月から営業運転を開始している。 開業時に導入された高床車のタイプ1の置き換え用として2019年にトライメットは26両の超低床電車 S700 をシーメンスに発注した。車体の基本構造は S70 と同一だが IoT デバイスを搭載することで運用や保守の効率を高める。2021年からの運行開始を予定しており契約には今後の さらなる路線延伸に備えた60両のオプション、発注分も含まれている。ありがとうございます。